そういうトラップ、要するに罠にかかってみんな変えたりするから、特典航空券やめろとは言わないけど、おすすめではないというかね。の方が24,500円ほど安くなります。利便性というかね、ないもんね。予約取れないもん。自分の好きな日に取れるし、全然そっちの方がいいでしょ。ガチンコーマイジクよっよーはい、今日も始まったね。はい、本日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。今日はどうしたの？塾長、本日もありがとうございます。塾長は日本初のパーマネントトラベラーとして、世界のあらゆる場所に拠点を持ちながら50年以上世界を巡られています。総フライト数は2600回以上、獲得マイル数は550万マイル以上、飛行距離にするとなんと地球を75周、月まで 4.3 往復というとてつもない時間を飛び回っていらっしゃいます。ホテルステータスでは日本初のハイアットインサイダー、ハイアットライフタイムグローバリスト、ヒルトンもライフタイムダイヤモンドなどなど、極めて取得が困難な世界のハイステータスを多数取得されていらっしゃいます。ガチンコマイル塾には視聴者の皆様から日々多数のコメントをいただいております。本当にありがとうございます。先日配信した ANA 史上最大の大量マイル獲得に向けて申し込みができましたという声もですね、多数いただいております。これを機にマイルを使って旅行に行きたいという声もある一方で、燃油サーチャージの影響で想像以上に高額な支払いが必要になってびっくりしたという声もありました。海外旅行において避けられない燃油サーチャージ、これどう対応すればいいのか、塾長のご意見をお聞かせいただけないでしょうか。日本の飛行機会社はあれじゃない、燃油サーチャージ取るじゃない。燃油サーチャージで金額が2倍になるとかっていうことあるじゃない。ありますね。ドキドキ、うん、言いにくいんだけど、ちょっと詐欺チックだよね。だって特典航空券でさ、例えば8万マイルって言ってて、それであと燃油サーチャージ10万払ってくださいって言って、例えばよ、特典航空券で8万払って、それで燃油サーチャージ10万払うんですかと。普通にチケット買ったらいくらなんですか、12万とかさ。え、じゃあ2万足して買えばいいじゃんみたいな、はい、いやそんなのいっぱいあるから、だから進めないってことよ。で、特典航空券8万で、例えばスカイコインのキャンペーンやってて2倍ぐらいもらえるとすれば、例えば15万円相当のお金に変わるわけじゃない、はい、ああそうですね、うん、そこに10万円払うと25万のチケットを買えるわけじゃない。で、特典やるのっていう、そういう感じ。25万払ってチケット買った方がマイルもつくし、自分の好きな日に取れるし、それ全然そっちの方がいいでしょ。なるほど、ありがとうございます。今の、まあ、特典航空券、確かにかかる会社とかからない会社があると思うんですけども、塾長が航空会社をこう選定するときに、こう何か気をつけられてる点っていうのあったりするんでしょうか。例えばこう日系を使うとか外資系を使うとか、うん、本当にさまざまな航空会社あるんですけれども、何かこう選定されてるポイントっていうのは終わりになるんでしょうか。修行しなきゃいけないときに海外発券とか使ったりするもんね。その時だけ特典航空券を使うっていう、ワンウェイだけ、ワンウェイっていうのはそこの国に行くワンウェイを使うってことはあるかもしれない。ああなるほど、はいはいはい、うん、ところが ANA はワンウェイの特典航空券ダメじゃん、使えないじゃん。そうですね、うん、はい、うん、そうすると確か JAL ができるのかな、はい、JAL のは国際線のワンウェイ使えるので、だからそれで修行するって人はいるんだよね。ただそれでも燃油サーチャージかかるじゃん。じゃあワンウェイを取るってなると、まあ絶対的に海外の飛行機会社、アメリカンとかユナイテッドとかデルタ使うとめちゃめちゃ安くいけるよね、特典で。そうなんですね、うん、特典っていうのはそういう使い方するのよ。ワンウェイで修行の海外発券を使うとか、そういう時に使うんだよね。ワンウェイで使うのはほとんどかな。しかも海外発券だよ全部。はい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 、うん、自社のやつは使わない。自社のやつは使わないって。ANA のマイルで ANA には乗らないってことだよ、基本的には。そうなんですか？そうそうそう。ANA のマイルで、まあ、ルフトに乗るとか。はいはい、はい。ユナイテッドのマイルで ANA 乗るとか、そういう風にしなきゃダメよ。そうなんですか？あ、ダメだよ、こういうこと言っちゃう。え？今ちょっとすごく衝撃な内容なんですけども。だって損することが多いもんね。自社のやつでやる。そうなんですか、うん、でそういうトラップ、要するに罠にかかってみんな変えたりするから、そしたら他社使って安くやった方がいいじゃない。何百万マイルあったって使わないですよ、特典は。さすがに。そうなんですか。特典使うってことはあるの？結構あの日本の皆さん、多くの方がですね、まあ、やっぱりお得になるべくこうお金を使わないで旅行したいという方も結構やっぱり多くてですね、そういった方は、うん、たまったマイルをもう特典航空券に変えて無料でお得に旅行するという方非常に多いんですけれども、塾長は使われないんですね。特典航空券やめろとは言わないけど、おすすめではないというかね。なるほど、ありがとうございます、うん、ちなみに塾長、たまったマイルってのはどのように使われてらっしゃるんでしょうか。たまったマイルは全部あれですよ、アップグレードか、もしくはスカイコイン、はい、もしくはイージャルマイル、どっちかにするんじゃない。だからそれでやっぱりチケットを買っていくということだね。はいはいはい、はい、うん、そうしないとやっぱり利便性というかね、ないもんね。予約取れないもん。自分が飛びたい時に飛べないっていうのは人生の中でかなりのロスがあるんで、それをやらないですよやっぱり。ありがとうございます、うん、今すごく貴重なお話だったかなと思います。結構ですね、やっぱり特典航空券を使って、まあ、お金
金を払わずに乗るとか、あとはちょっとでもですね、安いチケットを探すために結構皆さんパソコンの前にかじりついてですね、検索をしたりっていう方多いんですけれども、塾長はそういうことは一切されないってことなんですね。うん、それは無駄な作業だよね。やめてた方がいいと思う。ありがとうございます。燃油サーチャージは多くの人が見落としがちなコストであり、航空券の買い方によって賢く避けることができます。この話は本質は単純にお得な情報ではなく、原則原理を理解して短期的な節約ではなく一生使える長期的な価値を最大化することを意識することで、結果として得られるものが大きく変わってきます。今の現状に満足するのではなく、一歩先を見据えた考え方、決断がより良い人生やビジネスの成長につながります。 YouTube では語り尽くせない塾長の深い話や塾長の知識と経験に基づいた貴重な情報をもっと知りたいという方は、ぜひメールマガジンのご登録をお願いいたします。というわけで今回は、燃油サーチャージはどう決まる、旅行者が知っておくべき基礎知識と賢い対策について徹底解説してまいります。ぜひ最後までご視聴ください。航空券を購入する際、燃油サーチャージという項目を気にしたことはありますでしょうか。今ご視聴いただいている方の中でもですね、どこに書いてあるのと思った方いらっしゃいますよね。海外旅行の際、航空券の運賃に加えて思わぬ追加料金が発生して、何これと驚いた経験があるんじゃないでしょうか。ではこの燃油サーチャージが一体何なのか、その仕組みを理解すれば今後の旅行費用をもっと賢く管理できるかもしれません。まず燃油サーチャージとは、燃油特別付加運賃と呼ばれるもので、運賃とは別に航空会社が設定する追加料金です。この追加料金、実は飛行機を運航するために欠かせない燃料費の変動に対応するために設けられた制度なんです。原油価格の変動が激しい場合、そのコストを航空会社が全て吸収するのは難しいため、この燃油サーチャージを使って対応しているというわけです。以前は燃料費も航空運賃に含まれていましたが、原油価格の急激な変動に柔軟に対応する必要が生じ、運賃とは別に分けて徴収するようになりました。航空会社によっては路線ごとに金額が異なる場合があるため、利用者に対しては運賃と燃油サーチャージを明確に分けて表示することで透明性を持たせています。これにより皆さんはそれぞれの料金を確認し、納得した上で航空券を購入できるようになっているんです。次に、燃油サーチャージはどのように決まるのかという点に移りましょう。ざっくり言うと、燃油サーチャージは原油価格と為替レートの影響を強く受けています。日本の航空会社の場合、燃油価格の指標はシンガポール市場のケロシン、つまり航空燃料が基準です。北米ではメキシコ湾岸、欧州ではロッテルダムの価格が参照されています。この価格が上昇すれば、それに応じてサーチャージも増額される仕組みです。また航空会社は燃料を国際市場でドル建てで調達するため、為替レートも大きな影響を与えます。円安になると調達コストが上がり、サーチャージも引き上げられますが、逆に円高になると調達コストは下がるため、サーチャージも引き下げられる傾向があります。ではいつ燃油サーチャージが変わるのかと思う方も多いんじゃないでしょうか。実は燃油サーチャージは2ヶ月ごとに見直しが行われています。多くの航空会社では年6回、2ヶ月おきに燃油サーチャージの料金を改定しています。投影しているのは ANA 燃油特別付加運賃の改定についてです。サイトにも原則として本運賃額を2ヶ月間固定しますと記載されています。また本運賃の改定指標となる航空燃料価格については、改定時点における直近2ヶ月のシンガポールケロシン市場価格の平均を用いることとしますと、そういうふうに記載されてますね。例えば4月から5月に適用されるサーチャージは、前年の12月から1月の2ヶ月平均値の原油価格や為替レートをもとに決定されています。これにより航空券を購入する時期によって支払う燃油サーチャージが変わることもあります。サーチャージが適用されるのは主に国際線ですが、国内線ではほとんどの場合設定されていません。また格安航空券 LCC では運賃に燃料費が含まれている場合が多く、別途サーチャージが請求されないケースもあります。このあたりも知っておくと航空券を選ぶ際に役立ちますね。さらに一部の航空会社では燃油サーチャージが適用されない航空会社もあります。例えばジェットスターやエアアジア、ライアンエアなどの LCC ではサーチャージが運賃に含まれていることが多いです。ユナイテッド航空は ANA 特典航空券にて購入の場合、サーチャージが不要になります。このように燃油サーチャージは原油価格や為替レート、そして航空会社によって異なる複雑な要素で決定されますが、その仕組みを理解しておくことで賢く旅行費用を管理することが可能です。次の海外旅行を計画するときには、ぜひこの知識を役立ててみてください。燃油サーチャージに関してよくある疑問をいくつか取り上げてみたいと思います。もしかしたら皆さんも一度は気になったことがあるかもしれません。幼児にも燃油サーチャージがかかるのかと疑問に思われた経験もある方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。答えは基本的にはいいえです。ただし条件があります。2歳未満の幼児で座席を使用しない、つまり膝上に乗せている場合は燃油サーチャージはかかりません。しかしもし座席を使用する場合は、大人と同じように運賃が適用されるため、燃油サーチャージも同額が課せられることになります。ご家族で旅行される際は、事前の座席の使用有無を確認しておくといいですね。キャンセルや変更に関する疑問もよく聞かれますね。これも多くの方が気になる点ではないでしょうか。まず航空券をキャンセルした場合についてですが、払い
し可能な航空券であれば燃油サーチャージも含めて返金されるケースが多いです。しかし払い戻しができない航空券の場合、燃油サーチャージも返金されないことがほとんどです。じゃあ変更したらどうなるのという疑問も当然ありますよね。変更の場合、新たに予約するフライトの燃油サーチャージがその時点で適用されます。ですから変更後に燃油サーチャージが値上がりしていた場合、その差額が請求されます。一方でもし燃油サーチャージが変更前よりも安くなっていた場合でも、残念ながらその差額が返金されることは一般的にはありません。しかしこの規定には例外があります。未使用の航空券を変更する場合は、変更する時点での燃油サーチャージが適用され、差額調整が行われるということです。つまり燃油サーチャージが安くなった際は、予約変更すると差額分の返金が発生します。燃油サーチャージが高くなった場合は追加料金が発生するため、変更しない方がいいでしょう。こうしたキャンセルや変更時のルールはしっかりと確認しておくことが重要ですね。旅行を計画する際には変更の可能性も考慮しておくと安心です。この質問も多いですね。早めに航空券を予約してその後サーチャージが変わった場合どうなるか、これ不安ですよね。例えば早期に航空券を発券した後に燃油サーチャージが改定された場合、発券時点のサーチャージ額が適用されます。一方で発券後にサーチャージが下がっても、その差額が返金されることはありません。そのため購入タイミングは重要ですね。ただし予約から実際に発券するまでの間にサーチャージが変動した場合は、新たなサーチャージ額が適用されることがあります。航空券を購入する際に、予約から発券までのプロセスでサーチャージがどのように適用されるか、しっかりと確認しておくことが必要です。これらの Q&A を通じて燃油サーチャージに関する疑問が少しでも解決したなら嬉しいです。こうした情報を頭に入れておくと、違った視点で航空会社を選んだり、選択肢の幅が広がって旅行をもっと楽しむことができます。ここまで燃油サーチャージが旅行コストに影響を与えることはご理解いただけたかなというふうに思います。ここからは燃油サーチャージがかかってもトータルコストを抑えるための具体的なガイドラインを紹介していきます。その一つとして、特典航空券を使えばトータルコストを抑えることができます。あれ、さっき塾長が特典航空券を使うのをお勧めしないって言ってなかったっけ？と思われた方、さすがです。特典航空券で8万マイルを使ったのに燃油サーチャージで10万円請求されるなら、普通にチケットを買った方がいいという話でしたね。実際その通りで、塾長の特典航空券の使い方は、海外発券かつワンウェイで利用したり、家族のために利用することを推奨しています。実際に日本発の特典航空券と海外発券の特典航空券の燃油サーチャージの違いを見ていきましょう。日本発パリ行きの特典航空券です。必要マイル数は11万7500マイル。税金料金等は9万4410円です。この中に燃油サーチャージ代も含まれています。内訳を見ると、下から2つ目に燃油特別付加運賃がありますね。これが燃油サーチャージ代です。東京羽田発パリ行きの燃油サーチャージ代は7万円と記載されています。では海外発券はどうでしょうか。パリ発東京羽田行きの海外発券がこちらになります。必要マイル数は同じ11万7500マイル。税金料金等は7万6130円と東京発より安くなっています。内訳も見ていきましょう。燃油特別付加運賃を見ると5万1720円。東京羽田発パリ行きの燃油サーチャージ代が7万円だったので、海外発券の方が約2万円ほど安くなっているのがわかります。日系航空会社の場合、特典航空券でも燃油サーチャージがかかりますが、海外の航空会社、特にアメリカン航空やユナイテッド航空などは燃油サーチャージがかからないこともあります。つまり同じマイルを使うなら、どの航空会社を選ぶかも重要なポイントです。上級会員の魅力的な特典は座席アップグレードです。エコノミーからプレミアムエコノミーやビジネスクラスに無料でアップグレードできます。直接燃油サーチャージに関与するものではありませんが、トータルで見るとより快適なフライトを楽しむことができます。特に長距離路線では座席のクラスをアップグレードすることで満足度が格段に向上しますよね。上級会員になると優先的に特典航空券を確保できるだけでなく、ファミリーマイル等を活用することで家族のマイルを合算して効率よく使うことができます。これにより燃油サーチャージが発生する場合でも、航空運賃をマイルでカバーして支払い総額を大幅に減らすことができるんです。また燃油サーチャージは原油価格や為替の変動により上下しますが、サーチャージが比較的安い時期に予約をするとさらなるコスト削減が可能です。上級会員であれば柔軟に予約のタイミングを調整でき、より低いコストで旅行を楽しめます。上級会員の特典をうまく使えば、たとえ燃油サーチャージがかかっても全体コストを大幅に削減して満足度の高い旅行を実現することができます。 ANA 上級会員向けとして、燃油サーチャージが発生してもうまく対策を取ることで旅行全体のコストを抑えることができます。そのため特典やフライト選びの戦略をしっかりと理解しておくことが重要です。ここからは ANA 上級会員にとっての燃油サーチャージ対策について具体的な方法を見ていきましょう。 ANA の上級会員は特典航空券を活用することで燃油サーチャージの負担を大幅に抑えられます。
どうやってと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、上級会員は特典航空券の予約枠が優先されるため、燃油サーチャージが安定しているオフシーズンに早めに予約を確保することができます。例えば2月から3月の間はサーチャージが低く設定されることが多く、この時期に予約をすることでコスト削減が期待できます。さらに特典航空券の変更に関しても手数料無料の変更特典をうまく活用できます。例えば予約後に燃油サーチャージが上がった場合でも、タイミングを見て燃油サーチャージが低い時期に変更することで調整することが可能です。またファミリーマイルを活用することで家族マイルを合算して効率的に特典航空券を発券できます。この時に燃油サーチャージが無料となる航空会社を選ぶことでさらにコストを抑えることが可能です。例えばユナイテッド航空やエアカナダでは燃油サーチャージが不要な路線が多いため、これらの航空会社を選ぶといいでしょう。この方法を使うことで家族全員のマイルを効率的に使いながら旅行コストを賢く削減できます。番外編として LCC の活用も一つの手段です。 LCC は燃油サーチャージがかからないことが多いです。ただし ANA のマイルは LCC では直接使用することができません。燃油サーチャージが不要な点を生かして全体の旅行コストを大幅に削減したい場合は LCC を利用しましょう。日本の LCC といえばピーチアビエーションやジェットスタージャパンです。これらはアジアを中心に多くの路線を展開しています。ヨーロッパではライアンエアーや EasyJet など広範なネットワークと安価な運賃を提供する LCC も多くあります。こうした LCC を賢く使えばサーチャージを気にせず安価なフライトを楽しめます。 ANA の特典航空券だけではなく、スターアライアンスの提携航空会社の特典も活用することでさらにコストを抑えることが可能です。例えばユナイテッド航空は燃油サーチャージが無料の路線が多く、北米路線での大幅なコスト削減が期待できます。先ほどの日本発パリ行きの特典航空券と比較していきましょう。比較マイル数は117,500マイル、税金料金等は94,410円で、燃油サーチャージ代は7万円です。スターアライアンス特典航空券で日本発パリ行きを検索するとこのような旅程になります。経由するため目的地に到着するのは1日後になりますね。必要マイル数は若干増えて121,000マイルです。内訳を見ると燃油特別付加運賃は45,500円、先ほどの ANA の運航便は燃油サーチャージが7万円なので、比較するとスターアライアンス特典航空券の方が24,500円ほど安くなります。このように少し変えるだけで燃油サーチャージを削減することが可能になるんです。 ANA 同様 JAL も燃油サーチャージが追加されます。ただし提携するワンワールドアライアンスの航空会社を利用することでサーチャージを大幅に削減できる可能性があります。特にアメリカン航空やフィンエア、カタール航空などの提携航空会社では JAL 便と比較してもサーチャージが安いまたは発生しない場合があります。フィンエアを利用する場合、ヨーロッパ行きのフライトで JAL 便よりもサーチャージが安く設定されることが多いため、同じ目的地でも安く行けるケースがあるんです。特にヨーロッパ旅行を検討されている方にはおすすめです。またカタール航空は中東からヨーロッパやアフリカ、アジア方面への長距離路線を提供しており、燃油サーチャージが比較的定額です。JAL マイルを使ってこれらの提携航空会社をうまく活用することで燃油サーチャージを抑えることが可能です。 JAL の上級会員は特典航空券の優先予約や変更手数料の免除といった特典を活用することでサーチャージが低い時期にフレキシブルに予約を変更することができます。これにより例えばサーチャージが高騰する前に特典航空券を早めに発券し、追加の費用を避けることが可能です。また JAL カード家族プログラムを利用することで家族のマイルを合算してより効率的に特典航空券を発券することができます。家族全員のマイルをまとめて使うことで燃油サーチャージの影響が少ない便や時期を選んで発券できるため、総コストを大幅に削減することができます。 JAL 便に関わらずアメリカン航空やカタル航空などの提携航空会社を利用することで燃油サーチャージを含めたトータルコストを最適化できます。燃油サーチャージが高騰すると旅行のコストに大きな影響を与えることがありますが、上級会員としての特典や計画をうまく活用すればトータルコストを抑えながら賢く旅を楽しむことができます。燃油サーチャージに振り回されずに計画的に旅行するための具体的な方法をまとめてお伝えします。燃油サーチャージは原油価格や為替レートに左右され予測が難しいため、これに依存しすぎない計画を立てることが大切です。そのためにはまず早期予約を活用しましょう。特にサーチャージが高騰する時期を避け、早めに特典航空券やフライトを確保することで予期せぬ追加コストを避けることができます。また予約後にサーチャージが上がってもフレキシブルな予約変更オプションを使えばサーチャージが安い時期に変更することも可能です。さらに LCC を活用したりサーチャージが安い路線を選ぶのも効果的です。先ほどご紹介した燃油サーチャージを徴収しない航空会社や低サーチャージの路線を選ぶことで総コストを最小限に抑えることができます。こうした選択肢を知っておくとより安心して旅行計画が立てられますね。上級会員の特典は見方を変えればサーチャージが高騰してもコスト削減の大きな武器となります。
例えば上級会員であれば特典航空券の優先予約や手数料免除の特典を使ってサーチャージの高い時期を避け、より安い時期にフレキシブルに予約変更することが可能です。またボーナスマイルやファミリーマイルを活用すれば特典航空券やスカイコイン、イージャルポイントに交換してトータルコストを大幅に削減することができます。燃油サーチャージが発生しない便を選ぶことも賢い対策の一つです。燃油サーチャージが今後も原油価格や国際情勢に左右されることを考えると、その動向をしっかり把握しておくことも重要ですね。例えばサーチャージの改定時期や原油価格の動きをチェックして、サーチャージが上昇する前に航空券を予約することで急なコスト増を避けられます。視聴者の皆さんの中にはですね、いつ予約をすればいいのか迷うという方もいらっしゃるかもしれませんが、こうした情報を定期的に確認することで適切なタイミングで行動することができるんです。また航空会社が提供するキャンペーンやプロモーションも積極的に活用していきましょう。例えば ANA や JAL では燃油サーチャージ込みで航空券を発売するキャンペーンも過去に開催しています。こういったプロモーションを活用することで燃油サーチャージが上がる前にお得にフライトを予約することができます。これによりサーチャージが高騰する中でもコストを抑えた旅行を実現することができるんです。燃油サーチャージは予測が難しい部分がありますが、上級会員の特典や計画的な予約方法を活用することができれば賢くコストを抑えた旅ができます。皆さんもこの方法をぜひ取り入れてみてください。今回の動画でお伝えしたサーチャージ対策や旅行計画のヒントは内容が少し上級者向けだったかもしれません。ですがこれを知っているだけで今後の旅行の選択肢が大きく広がることを感じていただけたと思います。この動画でお伝えしたいのは単なるテクニックではなくて、物事を深く理解して選択肢の幅を広げる考え方です。旅行だけではなく人生全体においても表面的な情報に流されるのではなく、本質を見抜く力が必要です。この力があればどんな状況でも最良の選択をできるようになります。塾長はこうした選択肢の幅を広げるための知識と考え方を私たちに詳しくお伝えしてくれています。単にサーチャージやコストを抑えるだけではなく、より豊かな選択肢を持つことの重要性を日常生活やビジネスにどう応用していくかについても深く掘り下げています。情報が溢れている時代だからこそ、本当に価値のある選択をできるようになるための知恵を持つことがこれからの時代にはますます大切です。ガチンコマリ塾が提供するのは単なるお得な情報ではなく、あなた自身が賢く選び取れる力です。旅行を超えて人生の幸せを構築している塾長の最先端の旅行術や、 YouTube では語りきれない深い話をもっと聞きたいと思った方、そして自分の人生をですね、より豊かに成功に導きたいと思った方は、ぜひメールマガジンへのご登録をお願いいたします。ということで塾長、今日も貴重な話ありがとうございました。ありがとうございました。ガチンコ！マリスク！